はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるで す。はい、今日はこちらと、こちらですね。黒い妖怪メダルと、黒い妖怪大辞典です。2017年2月18日発売の妖怪メダル、黒いやつ、と大辞典が出てたので買ってきました。今日は朝一でデュエマのボックス開封、そして、妖怪メダルのボックス開封と、開封祭りですね、今日はね。はい。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん。よいしょ。はい、パック。パック自体はこんな感じですね。はい。いい感じだね。うん、今回の妖怪メダルパパ好きだよ。ああ、妖怪妖怪だね。そうだね。はい、これレジェンドだね、うん。レジェンドの今回ブシニャンが超怖いブシニャン入ってますね。うん、はい、中開くとこうなってて、ここになんかこう怖い今回のキャラたちが出てますね。キモ怖いってことかな。キモ可愛いのかな。ここ開くとはいつものメダル入れましょう。そう、メダル入れてね、うん、よし、じゃあメダル開封していきましょうか。はい、デュエマでやってるみたいにちょっと対決しようか。うん、ノーマルメダルが1ポイントでしょうか。うん、このメダル2ポイントで、レジェンド、今回イケメン犬が入ってるからイケメン犬が出たら4にしようかね。ちょっとぶっ飛んでるからね。うん、今回の妖怪メダルは全20種類で、ホロメダル8種類、ノーマルメダル12種類ですね。はい、ホロメダルの中にレジェンドが入ってますね。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、どっちからレシン君パパ。はーい、じゃあレシン君から。はい、ではレシン君の1パック目、ね、いきなりムカデ男とグレルリン。これあれでしょ、クマ。クマだよね。そうだね。うん、はい、ではパパの1パック目、メラメライオンとバクロバー。バクロバー怖っ。3つ。エシン君の2パック目、ホロメダル出た。うん、オロチホロメダルですね。そしてケムシ男、これはかぶったね。ウォッチ本体ついてましたからね。パパの2パック目、コマジロ。おっ、ホロ来たよ。とハエ男、カンチが。カンチだねこれね。エシン君の3パック目、ああバクロバーかぶった。とツチノコ。ツチノコ、これはノーマルだね。うん、じゃあパパの3パック目、人面犬と大釜。やった、ホロ出た。またわぁ、エシン君の4パック目、ウサピョン。ウサピョン、ウサピョン。ウサピョンもひどい顔してんな。とムカデ男。ムカデ男かぶったか。では私の4パック目、おぉ、ツチグモ。これもホロだ。うわぁ、とひもじい。エシン君の5パック目、ハエ男ひきこうもり。ひきこうもり、私の5パック目、引きこもり教師男。あー、かぶった。ダブルかぶり。レーシン君の6パック目、レジェンド出るか。一斉のほい。あー、メラメラ4、ひもじい、かぶりました。パパ最後の6パック目、出た。土蜘蛛とハエ男かぶっちゃった。ではレーシン君が出たメダルを見ていきましょう。はい、まず引きこもりと土の子、続いてメラメライオンとグレルリン。これもまあまあ近いね。うん、続いてバクロバーとヒモジーですね。うん、バクロバー、これ怖っ。三つの目。あとヒモジーも目飛び出してるし。うわ怖いよ。やばい。そしてムカデ男、ハエ男、ケムシ男ですね。はい、これ友達3人だね。うん、ケムシ男はウォッチについてたのと一緒です。はい、ムカデ男はクマで、ハエ男がカンチだね。うん、あとフミちゃんで友達全員だったね。うん、そして最後に、オロチとウサピョン。ホロメダルでしたね。はい、ウサピョンすげえ変な顔だしね。うん、オロチめっちゃ怖いのこれね。うん、目が怖。怖さオーバー。ということでエイシン君は14ポイントでしたね。はい、私の見出たメダルはほとんどエイシン君と被ってまして、被ってないのだけ見せますね。はい、まず人面犬、これなんか鼻がすごい伸びてますね。うん、そしてホロメダルの大釜です。はい、そして土蜘蛛と駒次郎です。土蜘蛛はまあそんなにイメージ変わんないけど、土蜘蛛はさ、雲に乗ってるね。あ、そうだね、雲っていうかなんか竜みたいな感じ。駒次郎はこれも完全に盗人の顔だね。うん、いけませんな。はい、ということで私はノーマルメダルが8枚で、ホロメダルが4枚でしたので16ポイントですね。はい、申し訳ない、パパの圧勝でございました。負けました。罰ゲーム用意しておけばよかった。はい、それでは今回出たメダル14枚かな。はい、あとプラスレジェンドをこちらの黒い妖怪を
チで確認しましょうか。はい、はい、はい、では電源入れますね。はい、ちょろり。はい、じゃあお願いします。はい、やっぱ今回はこのおっちゃんの声しかないんだね。うん、ムカデ男。はい、カラケツ、ガスケツ、キンケツ、デボコケツ、ムカデ男。バクロバ。はい、人面犬。はい、アラブ君、風邪気味、生ゴミ、逆恨み、うわぁ、人面犬。グレリン。はい、カラケツ、ガスケツ、キンケツ、デモゴーケツ、はい、うしらかげ、もみあげ、からあげ、おったまげ、ひきこもり、つちのこ。はい、へびみみず、うなぎにはなみず、にょろにょろ、ひもじ。ぽかぽか、頭の中はすっかすか。ひもじ。メラメライオン。いくじなし、いさましごりよし、ひとでなし。フォロー、はい、七雲。はい、アラブ君、風邪気味、生ゴミ、逆恨み、うわぁ、土雲。大釜。はい、オロチ。はい、ヘビミミズ、ウナギに鼻水、ニョロニョロ、オロチ。オロチ。ウサピョン。はい、ウスラカゲ、モミアゲ、カラアゲ、オッタマゲ、ウサピョンじゃなかった。ウザピョンだ。ウサピョン、ウザピョンだった。ウザピョン、ほんとだ。いや、コマジロウ。ウソバチ、陰口、悪口、デモプリチ、コマジロウ。最後にブシニャン、レジェンド。はい、変わんねえんだ。もうちょっとなんかこう、今までのね、レジェンドって言ったらなんかこう豪華な感じがあったけど、うん、こう怖いので豪華なのがあるかなと思ったらなかったね、うん、テンポ変わらず、うん、じゃあこちらの妖怪大辞典の方にしまっていきましょうかね。はい、はいはい、ということでメダルしまい終わりましたね。はい、不足していたのは5枚かな。うん、コマさんとほのぼのとキュービとイケメン犬とカマキリ女。
でしたね、はい、もうちょっとだったね、うん、まあでもなかなか妖怪ウォッチのボックス買いしてもコンプには至らないので、まあ致し方ないかなという感じですね。はいはい、ということで今回は黒い妖怪メダルと黒い妖怪大辞典でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、今回ね、ちょっと黒い妖怪ウォッチという新しい妖怪ウォッチのモデル、そしてシリーズだったので久しぶりにやってみました。はい、パパ的にはこの妖怪ウォッチ気に入ってるので、もし大ジャン出るんだったらやってもいいかなと思います。ちょっとまだ考えてます。はい、今回ね、序章って書いてあるからね、うん、あるのかもしれない、続編が。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。